替えてまいりました。別に着替えなくてもいいんですけどね、着物を2枚持ってるぞという意思表示というか、今のお三味線なんか聞いてましても、日本独特の文化であったり、また季節を感じたり、お三味線もバチさばきなんかでこの厄を払うとかね、その命の強さを表現するとか、いろんな演奏の方法で意味があったり、聴く曲によって、いろんな意味合いがあるんやそうで、落語とかも400年ぐらいの歴史がありますので、日本人が持ってるその風情でありますとかね、情とか、また旬とか季節、そういうものがふんだんに盛り込まれてはいるんですが、だんだん旬というものをあまり感じなくなりましたね。いろんなものが、そういう野菜が出回ってきたか、もう夏やなとか秋やなというのがあまりわからなくなってきました。でスーパーに行ったら一年中いろいろありますしね、お魚一つを取りましても一年通して安定供給ができるようにというので、養殖技術がどんどん高まりまして、皆さんもご存知だと思います、近代マグロ、近畿大学のね、マグロ、マグロというのは養殖するのが不可能だと言われてましたけど、技術が進んでマグロもどんどん養殖が進みましてね、ですから桁いな小話みたいなのがあってね、この刺身美味しいな、このハマチの刺身美味しいな、これ養殖らしいね、あそう刺身って和食と思ってたけど洋食か、こんなアホみたいな話があったりしますんで、売り声とかあんまりこれも聞かなくなりました。秋から寒くなってきますと、その声を聞いただけで暖かくなったりとか、味を連想したり、また感動するという方は匂いまでも頭の中で蘇ったりしますね。石やお芋さんが焼けた美味しい甘い香ばしい香りまでも想像したりする。最近読書の中もあんまりこれ聞かなくなりました。ちょっと前までは聞いてたように思うんですけどね。あれもね、商売されてる方に聞きましたら、コースがあるんだそうですけど、風上から風下に向かって進んでいくんやそうです。で、なんでですか言ったら、まずお芋さんの匂いを先飛ばすんですね。そうすると家々で、なんか お芋さんの匂いせえへんってなことを言うと、遠くの方から石焼きって声が聞こえてくる。まず匂いが来て、次に声が聞こえて、あ、近づいてきてるな、あ、ほな、おやつに買おうか、って言って、それから財布を準備して、前に、あ、来た来た、って言って、無事に帰ってたんで、昔はぼちぼちと売りに来てましたから、風の向きなんかも考えて進むコースをこう決めてたんですね。それがだんだん世の中スピードが速くなりまして、車を引いてたのが、これが軽トラックになるんですね。軽トラックの荷台にお芋さんの機械全部乗せてね、で、スピーカーで、石焼き餅で来るんです。けど、あんまりノロノロ走ってたら、他の車渋滞で迷惑かけますんでね、ビュンビュン行くんですね。風の向きなんか考えてないですわ。はい、ですから、声が聞こえて表出たら、もう手遅れなんですね。石焼き餅出たらもういた、もう向こう行ってますから、買えないんですけどね。他はバラバーバーバーって言って夜泣きラーメンね、あれも私もだいぶ走ってたと思うんですけど、もうなくなりましたね。バッカ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 ロバーのお兄さんって、あれも来てたんですけど来なくなりました。あれ確か8万か2軒やか、あそこらへんに特殊な本部があるんですね。昔はロバで弾いてたんやでって言って、ほんまにロバでやってたんだそうですけどね。あんなもいろいろ売り子さんの声っていうのが聞こえなくなりました。ちり紙交換なんかも来ませんしね。ですからこういうので一年の風情というものを表すのが落語にもよくあります。街の中で聞こえてくる声、これからもうちょっとするとね、おりまーす音ふくわーうち
うのが聞こえてくると、ああ節分かちゅうて、で季節が変わっていきます。もうちょっとするとね、竹の子竹の子ちゅうて竹の子売りに行く。これもあの王坊天秤坊肩から担いで前と後ろに籠があってね、竹の子あれ形を表してるんやそうで、竹の子で下から上です、竹の子言うて、形を表してるんやと言いますけどね。でそれにね、春が来たなという春を知らせて回ってて、最近雨がしとしとと降ってきて、もう梅雨かしらんと思ってたらね、母さん大振り傘の張り替えって言うてね、傘、昔は傘大事に使ってた、壊れたら修繕してから使ってた、もう今はもう使い捨てみたいになってますけどね、それからだいぶぬくなってきましたら、やってくるのが金魚あれが蒸し暑い、まあ、夕方くらいにこれを聞くとなんと眠とくなってくるんですね。お昼寝を誘うような金魚夏のまどろみでございます。で眠とうなったところを起こして回るのがカッチャリ氷の氷屋さんで、氷屋氷屋カッチャリ屋って言って、近所を起こして回る、あれ逆やったらあかんのですね、氷屋氷いっぱいくれるか溶けた、あこんなんでは商売になりませんもんな。それからもうちょっとしてまいります。先の石や木芋中古に続いてまったけして、まったけなんかも、これらを売りに来てたんですね。約払いましょうってな声が聞こえてくると、寒なってきたかなと思うし、そうなってくるとお寺さんからゴーン中で除夜の鐘が聞こえて、吉兆長くさがい吉兆長くさがい、これこの間でございましたな。あー長くさがいか、正月気分ももう終わりやなと思ってたら、まったけとかね、たけのこっていう声が聞こえてくると、もう1年2年があっという間に過ぎてしまうんですけど、そういうのでも季節旬を感じてたり、また1日の中で、家々の時計となれや小脇人というそういう変わった文句がございまして、何かがやってくる、お商売する側も時間と場所をほぼ決めてやってまいりますので、日々の暮らしをしておりますと、この声が聞こえてくると、こういうことをせんなら時間やなというのが大体時計の代わりになってくるんですね。朝一番にやってまいりますのがしじみを売りに行きます。しじみ、この声が聞こえますと、おいしじみやったぞ、おもうぼちぼち子供を起こした方がいいぞ、お寝ぼすけになるぞって言って子供を起こしたりする。でもうちょっといたしますと、さおだげ、おい、そうそう、洗濯物干した方がいいのちゃうか、今日天気いいぞ、今日も乾くぞ、金魚金魚、そろそろ昼飯にしようか、なあもう飯の支度せえよ、おみかんどうでございますかいな、甘いおみかん、もうぼちぼち洗濯物入れた方がいいのちゃうか、豆腐晩飯にしようか、鍋や子供を寝かしてた方がええんちゃうか、で一日の目安となりますのがこの物売りの声だったりいたします。今この中には出てございませんでしたが、他にも業産商売がありまして、この井戸の茶碗という物語の主人公となっておりますのが、くず屋さんという、まあ言葉に引っかかる方もいるかもしれませんが、昔はほぼ、全てのものがリサイクルされておりましたんで、今よりかはもしかするとリサイクルのがシステムが整ってたのかもしれませんな。まあ昔のことですんで、プラスチックゴミというのがございませんから、紙くず類というのが家でできます。それをまた回収してくれる人があってね、燃料になったりとか、また違う紙にこう細工作り変えたりいたします。くずたまってちょうてこう、街の中を歩いております。そうするとね、お家の方から紙くず屋さんちゅうて、へいちゅうて入っていくんですが、この紙くず屋さんも役割がいろいろございまして、紙くずを買い取るだけではございませんで、道具屋さんとかヒッチャーハンの役割もしておりました。
生活のお金に困った人が家の中のちょっとした道具をくず屋さんにこう売りましてね、でお金を工面するということがありましたので、ここの家でくず屋さんを呼びましたということが近所にあまり知られたくないというのがございます。ここにございましたのが清兵衛さんというくず屋さんでして、正直なお方です。正直清兵衛ってあだ名がついてまして、正直なお方、この方は自分の名画期間古道具というものには一切手をつけない、本当に紙くず、不必要になったものだけを、買いまして、それで商売をしているという正直者の清兵衛さん。古道具をね、買い付けてどっかで高く売るっちゅうことは、どっかで嘘をついたり何かごまかしたりせんなら、それが己が嫌だということで、正直に紙くずだけを集めて商売をしている。今日も京都で町を鳴らしておりました。うずーたまってー、紙くず屋さん、紙くず屋さん、すぐには返事をしないんですな。紙くず屋、お呼びになったのはどこですって言ったら、あの家でくず屋さんを呼んだっていうのが近所でバレてしまいますんでね、愛想だけいたしまして、ちょっと離れたところで小さな声で応対をする。お呼びでございますか、こちらへどうぞ。声をかけてきましたのが、見たところ17、18の娘さんでございます。見薄い何をしております、貧しい暮らしをしているんだなとよう分かるんですが、お顔を拝見いたしますと、失礼だから、まことにべっぴんの方でございまして、もう並大抵のべっぴんじゃないんですね。おー、べっぴんの方でございまして、着てるものは貧しい何をしておりました。俗に言う東海道という着物を着てまして、これも説明せんならんのですけどね、東海道という着物、さぞ立派な着物かなと思うと、東海道53次で、それぐらい継いでるんちゃうかというようなボロボロの着物という意味合いでございまして、けどまあ髪を整えてきれいにお化粧したらこの人は美人やろなという娘さんに惹かれましてやってまいりましたのが、日本橋の裏長屋、今は果てなところになってますが、昔はもうボロボロの長屋も行さんあったんやそうで、その裏長屋というところへ入っていきまして、一軒の中でこちらでございます、お邪魔いたします。今お声掛けをいただきまして、失礼いたします。これはこれは、道具屋さん、まあまあ、紙くずがなあちらの方で溜まっておりますんでな、それをどうぞ測ってもらいたい。ちょっと失礼いたします。見ますと浪人風の方でございます。元お侍、今は貧しい暮らしをしていますけれども、凛とした応対で険しい表情の中に何とも言え優しさを持ったお侍さん、浪人様でございまして、ほら測らせていただきまして、今ちょっと測らせてもらいましたらな、まあ七問目ほどございましたんで、今日は初めてのお宅ということもございます、これからということもお付き合いも考えまして、七問、今日はこれ8問で引き取らせていただきます。で、ほらこれどうぞ、8問置いときますので、また今後どうも一つよろしゅうに。ではこれで失礼いたします。お待ちくださいませな。もう一つな、あんたに見てもらいたいものがあるのじゃ。ちょっとお待ちよな。これやかな、ちょっと引き取ってもらいたい。なんでございます。ちょっと失礼で、失礼します。はら、これは仏様でございますが、これが、それをまあいくらかで引き取ってもらうと助かりますのじゃ。いや、このところな、天候が不順が続いておりましてな、あちこちの仕事がなかなかはかどらずに恥を忍んで申します。いくばくかになれば助かりますのでな。それございますか。それならね、あなたの目の気分確認を見せになった方がいいと思います。私はこういうのは分かりませんので、紙くずだけで飽きないようにしておりますんでな、こういう仏さん、いや私はもったいないと思いますんで、これお返しを正直なお方じゃな、インチキな人であれば、その仏様足元を見て値切ろうとする方が多い中で、
あなたのような人にこそ引き取ってもらいたい。こちらから申し上げるのは筋が違うかもしれませんがな、200文で引き取ってくれたら、私はもう娘ともどもしばらく助かりますのでな。どうじゃな、その仏さん仏像200文で引き取ってもらうわけにはいかんかな。200文、これを、いや、何も目が利くか私は分かりません。これ200万、よっと目の利く人に見せたらもっと高いねえが。いや、あなたと出会うたんも何ぞねえんと思います。あなたのその正直さを見込んでお任せをいたします。200万で十分、どうですかな。はい、ございます。いや、私はこういうのも分かりませんけど、ね、他に入れるもんもございませんので、問題ないですか。この株の一番上に置かせていただいて、まあ、どなたかも目に留まるやろうと思います。200本より株を売りましたら、その上の分はロリー様とお話したで、半分後ということで。いや、そこまで気を使わなくても結構。お渡ししたらあなたの分、あなたがお儲けになったらあなたの裁量です。はい、200本、あ、確かに受け取りました。はい、これで私どもの暮らしが助かります。以後気をつけてお商売を、また今後とも一つよろしくお願いをいたします。で、清兵衛さん、株の中一番上にこの木彫りの仏さんの像をポンと置きまして、まだいつもと変わらずこう歩いております。それから日本橋のところから上がってまいりまして、千葉あたりへと出てまいります。下千葉、中千葉、上千葉とありまして、そこから上がって中之島というところへ行くと、お侍さんのお家が業さんがあったんですね。金谷さんという方のお屋敷、その周りにはたくさんのお侍さんの家々がございます。で、この清兵衛さん、中之島をやってまいりまして、松本三代をこのお侍さんのお家の表札を見ると、売り声の声を出すという。これが自分の中で作ったきっかけになっているんですね。この表札のところに来たら、くずーたまってーって声をかけて角を曲がって奥へ進む。まあ、いわゆる自分の中でこしらえたスイッチみたいなもんですわ。この表札を見たら声に出すっていうのが条件反射みたいになってますんで、この松本三太夫という表札を見ると、ぐずーたまってーんと声を上げた。2階から株を出したのがこの松本三太夫という方で、こりゃこりゃ、そこ行くくず屋、おい、くず屋さん、あんたの今背中にある株の中で、きらりと光るものがあるわ。それは像ではないのか、仏か、像か。え、どこ、あ、お侍さんでございますか。え、何これ、え、あ、これが、え、これ、いや、これね、仏さんでございます。像でも豚でもないんです。何をつまらぬことを申す。それは仏、仏なるものか、あ、それは、木の像であるか、そういうことを尋ねておる。これは仏さんでございます。日本橋のところでね、浪人様のところからお預かりしたもんでございましてな、200文で引き受けたもんでございます。それより宅を売れたら、儲けが出るなって言って、それでもったいないんですけどな、そのくずの一番上に目立つように載せておりました。なんと正直なくず屋じゃ。事情を皆喋りよったな、この男は。200文で預かった。そうか。では、拙者が300文で買い付けると申すと、そなた売り寄るか。300文、それは助かりますわ。100文の儲けが出ますんでな、50文ずつで、浪人様と半分もできますんで、300文お譲りをいたします。お、そうか。お、ほれ、宗助、今三角にな、金子を、300文じゃ、それを入れてな、紐をつけて、持ってまいれ、下へ下ろせ、おい、くず屋、今からな、三角を金子を入れて下ろす。金子を受け取ったら、その像を乗せてな、持ち上げよう、宗助、はい、なかなか、
俺は良きものが手に入ったな。おああ、くず屋、ああ、しっかりと大事にいたすぞ。ええ、間の日に神様一つよろしゅうに。で、清兵衛さんはその場からすっと離れてしまう。松本三太夫さんはこの像を手にしながら、ああ、宗助、ああ、なかなか良い仏像が手に入った。ああ、上方暮らしが始まって、うん、朝に晩に手を合わすものがなくて、困っておった。これも一つの縁じゃ。これな、少し汚れている、その皿の、真っ皿の手ぬぐいを下ろしてな、少し磨いて、うん、磨きなさい。あとは任しておきましたと。で、サンデ様、私が見とかしていただきます。しっかりとな、しっかりとじゃが、あまりゴシゴシとするのではないぞ。仏像が傷ついてはいかんからな。失礼いたします。真っ青の手ぬぐいを下ろしまして、少し湿らせて、この木彫りの仏さんをこう、磨いております、洗っております。そしてひっくり返したときに中でゴトって音がした。あら、サンデ様、これ、なかなかゴトゴトと音がいたします。おぉ、どれどれ、うん。おぉ、ほっ、これは験が良いの。これは腹ごもりの仏像じゃ。で、特別な仏像でございます。仏さんの木彫りの中にもう一つ仏さんが中に彫り込まれておりまして、腹ごもりの仏像。そしてこれが源の衛門とされておりました。しっかりと丁寧と洗うようにな、かしこまりました。そして、湿らせた、この手ぬぐいで台座のあたりをペタ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 とこう、湿らせておりますと、台座を封しておりました和紙がちょっと緩みまして、糊付けが剥がれたかなと思うと、ポコッと台座の真ん中に穴が開いて、その中からゴロゴロゴロっと出てきた。おお、何か。何か出てまいりました。何か出てきた。うん、どれ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 。おお、これは小判ではないか。ああ、松本様、よろしゅうございましたな。300文で買うた仏像の中から小判が50両も出てまいりました。これはもう大儲けでございますな。なんということは、口を包んでる。俺はこの仏像をお持ちになっておったお方、ご先祖様かどなたかが、もしもの時のために仏様の中においでになっておったもんじゃ。これは拙者が受け取るわけにはいかん。これはもともとの浪人様にお返しせねばならんな。いや、その仏像は300文で拙者が買い受けたが、中の50両は受け取るわけにはいかん。早速そのくず屋を探し出せ。けど名前も何も聞いておりませんので、しばらくすればまた前を通りおるだろう。顔を改めてな、本人を見つけ出し、すぐに、前に呼ぶようにな。というので、そこから次の日から、この松本さんのお宅の横では関所みたいになりましてね、紙くず屋さんが通るなり、上から大きな声が飛ぶようになりまして、くずーたまって、くずよ、くずよ、おくず、なんでございます、かぶり物を取れ。はい、お顔を改めが始まったのかい。今までこんなんなかったけどな。こんな顔でございます。そのような四角い顔ではなかったな。そなた、将棋の駒のような顔であったな。そのような顔ではない。通れ。失礼な人やな。くずーたまって、かぶり物を取れ。お顔は改めですか。こんな顔です。顔が見えんの。こっちを向け。いつまでも後ろ向いてるんじゃない。正面を向け。こっちを向け。いや、前向いてますけど、これが顔です。何？それが顔か。あんとは黒い顔じゃの。前も後ろもわからんような顔ではなかった。貴様じゃない。取れ。何で失礼な人やな。くずーたまって、かぶり物を取れ。こんな顔でございます。長い顔じゃな。しかしまあ、それすべてお前の顔か。長い顔じゃな。額から顎に至るまで顔を確かめてる間、顎に至った時には目元を忘れるような顔じゃな。どんな
い顔でんねや。なむちゃくちゃおっしゃんな。言うて、通るもん通るもんが皆かぶり物を取れよ、お顔を改めるちゅうのんで、それがまた噂になりまして、聞いたから、聞いた。松本さんのお屋敷んとこやろ。あそこでうかっと声出したらかぶり物を取れ。わしなんかええ。お前は長い顔じゃ、額から顎に至るまで確かめてる間、顎に来た時には目元のことを忘れるぐらい長い顔や。こんなむちゃくちゃなこと言われて。むちゃくちゃやな。なんも顔が長いって言ったら、額から顎のところへ来た時には、確かに目元忘れる。なおなこと言いないな。なんぞあったんや、なんぞあったんや。これは偉いことに違いない。敵討ちでも探してんのかしら。そういう噂だけが広がりまして、それを聞きつけたのが清兵衛さんでして、ちょ、今の話どういうことです。お顔を改め、それなんです。いや、あの、松本さんのお屋敷、それ、もしかしたら、わしのことを探せるのかもしれん。いや、松本さんに、あの、いやいや、仏像を売りましたんや。で、それで、私のことかもしれん。あんた、仏像を売った。なかなかねえ。あんたの売った仏像、それ、インチクモンと違うか。ポンと据えたところが、首がゴロッと折れたとか、落ちたとかなんかで、侍や、首が落ちる、こんな言動場にも売りつけやがって、すぐに本人は見つかってこない、打ち首じゃちゅうて、あんた探されてる。なるほど。お前大正直に話して仏像出た。あんた仏像恥ずかしいとはなかったんや。命に関わる調和もどうしても通らんなら、わしどうしよう。黙ってとったねえね。あそこで声を出したら上からな、かぶり物を取れ。おいおい、黙ってとったら見つかることないわ。見つかったらあんた命がないで。そんな危な。けど今日はどうしてもあそこを通らんなら、喋ったらあかん、喋ったらあかん、声を出したらあかんと思うて、うつむいて歩いてはいるんですけども、日頃積み重なった癖っていうのはどうにもならんもんで、条件反射ですね。言うたらあかん、言うたらあかんと思うて、ひょっとろその表札を見てしまったら、くずーたまってかぶり物を取れ。声出してもた。豆腐、嘘つけよ。おう、そなたじゃ、そなたじゃ、待っておったんじゃ。あ、こちらへ上がってこい。そうすけ、髪くずは見つけたぞ。すぐに迎えに行け。松本様、大変失礼をいたしまして、松さんの首が落ちないやったら、このとおり謝ります。インチキとか悪気があったわけでございませんので、どうぞ命ばかりはうたづけよ。いやいや、何を勘違いしておる。そうではない、そうではない。話をしまいまでしっかりと聞きなされ。いや、あの仏像じゃがな、腹ごもりの仏像かと思うておったら、なんと、中から小判が、これじゃ、50両出てきた。おお、わしはな、そなたから300文で、あの仏像は買い付けたが、この50両は買った覚えがない。先方の浪人様も、玉石お暮らしお困りじゃ。あの仏像の中に、ご先祖様のどなたかが、もしもの時のために隠しておかれた50両、拙者が受け取るわけにはいかん。そなた、この50両な、元の持ち主の浪人様にお返し願いたい。そういうことでしたんや。いや、てっきり仏像の首が落ちて、私、首切られるかと思ってたら、この50両を浪人様にお返しするの。はあ。いや、こんなことを言うと失礼ですけど、松本様、正直なお方でございますな。普通はちょっとおかしいですけどな。自分の買うた仏像から50両が出てきた。あ、これは儲けたちゅうて、もう、おとりになってしまうところ、私を探してまでも、かしこまりました。お引き受けをいたします。俺様、いや、こういうことを申すと失礼ですけどな、あの、お困り、暮らし、お困りのご様子というのは、私も見たら分かりましたんで、お喜びになると思います。正直なお方でございます。早速、すぐに、お渡ししてまいりますので、しかと頼んだぞ、心得ましたね。清兵衛さん、この松本さんから預かった50両を懐に入れまして、
日本橋の裏長屋、本人はよく覚えてますからな、老人さんのところでやってまいりまして、こんにちは、お邪魔いたします。先日はどうも、ありがとうございました。くず屋でございます。おーおーおーおお、先日はいろいろと頼み事をして申し訳なかったな。まだくずはたまっておらんぞって。いや、もういっぺん今度はなと思ってました。あの時お預かりをいたしました仏像でございますけどね、中之島の松本三太夫さんというお侍さんが買っていただきまして、で300文で、お買い上げいただきましたんで、もう100文の儲けでございますんで、50文ずつ半分ということで、50文まずここへ置かせていただきます。そこまで気を使わなくても結構じゃん。売ってしまえばそなたのもん、いくら儲けようと思ってもあんたのもんじゃねえ。50文そなたも親切な男よの。じゃあこの50文を遠慮なしに受け取ることにしましょう。それだけやおまへんで、それだけやおまへんで。これどうぞ。小判50枚をさ、50両、これも老人様のもんでございます。なんじゃ、先生、くず屋さんから50両を受け取る筋合いはないと思うのじゃがな。そうでしょう、そうでしょう。知らんだけですわ。あんさんからこの間預かった仏像ね、あれ松本さんがお買い上げになったんですわ。で、こうでもろうて磨いてはったんやそうです。そしたらね、台座が外れて中から出てきたのがこの50両でございます。でね、松本さんは正直なお方でして、300文で仏像はこうだけれども、中の50両はこうと覚えがない。これは元の持ち主のもんじゃ、返してこいって言って、私が預かって持ってきましたんや。お老人様、この50両があったら暮らしは助かります。この50両、松本さんから預かってお返しに上がりました。どうぞお納めくださいませ。あの仏像からこの50両が、良い話を聞いた。話は聞いた。この50両は持って帰れ。いやいや、話聞いてます、聞いてます。ね、松本さんから預かってきたんです。仏像は300文でこうだけれども、その50両はこうと覚えがない。浪人様のところで戻してこいって言われて預かって持ってきた。これはあんさんの、これあんたが。あの仏像は200文であなたに売ったところで、私と仏像の縁はもう切れております。松本さんという方がお買い上げになったのであれば、それは松本さんのもんである。中から何が出てこようと、それは全て松本さんのものである。拙者が受け取るわけにはいかん。持って帰れ、持って帰れ。貴様にはしっかりと話しておかねばならんな。今このように浪人風情の暮らしをしている。貴様から見れば貧しい暮らしと見えるかもしれない。主人に忠誠と恩義を尽くし、己の信念を持って浪人暮らしをしている。武士は食われど高い氏とよく申すが、このような暮らしをしていても、目の前のこの金子に心揺らぐようなものではないわ。武士を甘く見るでないぞ。持ち帰らぬか、持ち帰らぬのか。娘、刀を持ってまいれ。持って帰らぬといえば、ここで貴様を切り捨てなきゃ。怖なんで、なんで50両を持ってきて、なんで殺されなあかんねん。松本様、行ってまいりました。どうじゃ、浪人様は喜んでいらしたか。いや、お返しをいたします。なぜ、これは浪人様にお返しするように
貴様に申し付けたはずだ。いいです、それです。言いました、言いました。松本さんの思いも全部言うたんです、言うたんです。言うたんですけど、向こうさんのおっしゃるのには、もう仏像はもう撃ったと。撃った時にもう縁は切れてる。中から何が出てこようと、それは勝った人のもんであると。わしとその仏像はもう縁が切れてる。何が出てこようと、これは、松本さんのもんやということで、これ、持って帰ってきたんですよ。いや、もうこれね、向こうは、いやん言うてましたんで、これ、松本さんどうぞ、納めていただいて。何？浪人様はこれを受け取らんと。打った時点で、仏様とご本人の縁が切れてる。買った人の。うん。そして、貴様。おめおめと戻ってきたというか貴様は何か拙者がこのご所領を受け取るとでも思ったのか詳しい話は申せんが前田様にお仕えする身であり義理と恩義を尽くし上方暮らしを始めて数ヶ月たった志を蓄を持ってあえても上方暮らしである武士は食われど高い王子このような暮らしをしていても五十両の金子に心が動くものではないわ拙者を憎みるではない宗助刀を持ってやれこれを浪人様に戻してこい戻さぬというのか貴様の首をかかかかかはい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 なんでこないなんねん世の中正直な方がええちゅうけどな正直もんそるたらややこしいでこれどうしたのあっちへ行っても刀あげられるしこっちへ戻っても刀ってどうしたどうしたらせんべいさんせんべいさんそせんべい顔弱いな。せんべいさん、なんかあったか。あ、徳さん、徳さん、あ、知恵貸してくなれ。え、どういうこと。何があった。お侍さん、え、五十両。お、あ、これせやけど、ええ話って言ったらええ話じゃな。売ったもんはもう受け取らんと。で向こうはこうと覚えがないので受け取らんで、あんた間に挟まって、どっちへ行っても首切られんの。おもろいな、それ。いや、面白かったらあかんけど、それやったらな、こういうやり方はどうや。それぞれにな、五十両押し付けてしまうによってややこしいなんで、これ、折半や、折半。まあ、二つにしよう。で、25ちゅうことではいかんな。そこへあんたの義理ちゅうの挟んだら両方うんって言いやすうなんで、20と20と10って分けんねやな。浪人様のところへ持って行って、あんたがこの20両を受け取ってくれたら、この10両は私の儲けになります。受け取ってくれたら助かります。その松本さんちゅうところもそうやな。あんたがこの20両を受け取ってくれたら、間に入ったら、私が10両儲かることになります。私を助けると思って、20両を受け取っとくなはれと。こう言うと、まあ、収まんねや。お互いな、あんたのため、あんたを助けるためとなったら、それぞれの固い気持ちが折れるに違いないわ。そういうことにせ、どっちへ行ってもな、下手しくじったらお前首落とされねえ。どっちへ行ってもお前首落とされねえ。首落とされたらな、その首だけちょっと持ってきて、何を言うんやろ。あんたむちゃくちゃやな。まあ、そのさせてもらうわ。また困ったら知恵貸してもらう。おしっかり頑張りや。ちゅうのんで、50両を2つに割って、20両、20両、そして10両、この3つの塊を持って、まず浪人さんのところやってまいりまして、クズ屋でございます。貴様また来たか。いやいや、ちょっと落ち着いていただいて。こういうのどうでございますかな。さっきの50両ですけどな、この20両、これ、ここ置きます。で、あとこっち30両おまんねんけどな。で、この20両は、松本さんに受け取ってもらおうと思ってますね。で、残りの10両ですけど、この10両、いや、気持ちはわかります。気持ちはわかるんですけどな。浪人様がこの20両を納めていただけましたら間に入って私が10両を儲けることになって私が助かりますんでどうぞそこを曲げて20両を受け取ってもらえませんかな何すると何か
わしがこの20両受け取ると、くず屋さん、あんたが10両儲けることになって、あんたが助かるというのか。はい、わかった。うん。はい、わかった。あ、では、この20両、曲げて受け取ることにしよう。ありがとうさんでございます。おかげで助かりますね。じゃあ、20両お受け取りいただいて。しかしな、このままただで受け取るわけにはいかん。なんかその型になるもの、型と申しますと、やはりな、20両という恩義に受けるにあたって型を、そうじゃ、渡す、預けるものといえば、これぐらいしかないわ。先祖代々受け継いでおりな、床の間にとりあえず置いておいたこの茶碗、これをな、20両の型として松本様に預けてもらいたい。20両はまあ受け取ったが借りたというか、そういう建前を私に作らせてくれ。20両受け取り、そしてその茶碗をな、型として松本さんにお渡しいただきたい。さようでございますか。正直の方でな。ほな、このお茶碗。あら、まあ、やんな、また、ボロボロでんな、これ。古い茶碗で。わかりました。ほな、これを添えて、松本さんのところに行ってまいります。ほな、20両、確かにお渡しいたしましたね。ご苦労であったな。話が一つまとまった。これで松本さんのところや。行ってまいりました。どんな販売じゃ。浪人様20両受け取っていただきましたね。松本さんにもお願いがございまして、この20両は松本さんにお受け取りいただいて、いやいや、そういうことやございませんので、20両、先生、これ受け取っていただきますと、10両私が儲けることになりますんで、私のことを助けると思って、曲げてこの20両をお受け取りいただきたい。曲げて20両受け取る。拙者がこの20両受け取ると、そなたが10両助かるというのか。人助けであれば仕方がない。20両を受け取るとしよう。それでよいのじゃな。その通りでございます。よろしくお願いいたします。なんで金払う方がペコペコせんならね。それとこれでございます。茶碗を預かってまいりました。浪人様が義理堅いお方でございます。20両の方にこの茶碗をお預けしたいということで。そうか。正直なお方じゃな。まあ、20両の方であれば、お預かりをしておこう。宗助、これそちらへ直しておきなさい。20両の方じゃ、そちらへ納めておくようにな。いろいろと、くず屋さん、ご苦労であったな。これで、失礼をいたします。で、この50両のドタバタは、これで丸く収まったのでございますが、しばらくいたしますと、また、この松本さんのお屋敷の隣で、かぶり物を取れお顔を改めがまた始まったんでございます。この噂がすぐに広がりまして、清兵衛さん、清兵衛さん、あんたのことまた探してるみたいで行った方がええのとちゃうか。今度は何や、茶碗が割れたとか欠けたとかで、ね、またとんでもないことと違うか。今度こそあんた命の危機やな。うわー、どうしよう。というもんで、恐れながらと本人がまあ出頭するような気持ちでございますが、松本様、くず屋でございます。おお、そなたか。待っておった。上がってまいれ、上がってまいれ。茶碗が欠けたのやったらこの通りお詫びをいたします。このよう、今度はどのようなことでございますか。いやいや、泣かずともよいぞ。泣かずともよい。まあ、話をしっかり聞け。話をする前に、これじゃ。ここに、こういうものがある。なんでんねん、これ。なんでんねん、これ。この山は何？この山は何？ここに300両ある。300両？何の300両でんねん。話をせればわからんかな。その浪人様から茶碗を預かってきたな。あの話をわしらどもが噂話にしておったら、これを前田の君がお聞きになってな、なかなか面白き話じゃ。今時そのような正直な浪人様がいるのか。その茶碗とやら拙者も見てみたいということを申されてな、
そしてこれを包んで持ってやがったら、目の利く前田様じゃ、それを見るなり、ん、これはもしや、目利きの者を呼べ。で、目利きの者が三人来たら、三人ともが、これは、エコーライの鉢じゃ。井戸の茶碗という名器ということで、その値打ちが決まった。井戸の茶碗の名器。日本に二つとない名器。前田様がえらお気に入りになってえら、これは、わしが買い付ける。代々家宝にいたす。三百両でこの茶碗を売ってくれということになってな、前田様がこの三百両であの茶碗をお買い上げになった。そこでクズ屋、この三百両拙者が受け取るわけにはいかん。茶碗の持ち主、浪人様のところへ持って行ってくれ。もうね、もうね、あの、もう腹割って話させてもらいますわ。自分でいいなあれ、もう。もう嫌や、もう。前の50両で旅行から刀打ってて、じゃあ、この300、その、いや、それも、いや、そんな怖い顔、いや、そんな、そう。いかぬと申すか。宗助。なぎなたを、いや、もうええ、もうええ、もう行きます、行きます、僕300両。もう、おい、あの、もう300、あの、もう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 、行きますわ、行きますわ、もう、どうなっても知りないで、ほんまに、もう、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、ほんなら、もう、あんな、もう、くせえ、あんな、仏像とか引き受けるんやったかって、ええことだったら、僕300両よ。老人様、おお、久しく顔を見せなんだな、おあちらの方にクズが少しずつたまりおるわ。今日はあのクズの話やないんで、クズやないけど。三百両おまんね。三百両おまんね。もうごちゃごちゃ抜きで、もうこれ受け取っとくだね。この三百両の金子は何じゃ？いやいや、もう、もう、みんな言いますけどな。まあ、あんたが余計なことをしましたか、こんなことになりまんねんで。あの二十両黙って引き受けてくれててよかったね。あの時、あの時、あんたね、あの、その茶碗のボロボロの茶碗出しましたやろ。あんたも値打ちを知らんつうのは恐ろしいな。あの茶碗ね、持って帰ったその松本さんが何や、噂話の中で、な、殿さんがこれ見た言うたらしいんですが、もうやめときゃええのね、松本さん持って行ったんや、そうですわ。右利きのもんもやべえって言ったら、あんた、あれ、あの茶碗、ボロボロでほったらかしにしてましたけどな、エコーライの井戸の茶碗ちゅうて、日本に二つとない名器やちゅうことが判明したんですわ、あんた、知らんちゅうな、恐ろしいもんじゃ。そうか。知れてしもうたんでは仕方がない。知ってたん、あんた知ってたあんなだって値打ち分かってたらあんな人に預けたらあげばええんで。しかし20両の方に差し出すものがなかった。うん、それでお前田様がそうか300両で。おお、なるほどなるほど。それは松本様の裁量じゃ。ええ話を聞かしてもろうた。うん、この300両受け取るわけにはいかん。いや、そうなるの分かってました。分かってました。昨日持ってきたんです。いや、これね、もうややこしい抜きですわ。もう、これもう受け取っとくなれな。受け取って、あんたが300両受け取って、ほいで、肩にまた私なんか持っていきますわ。ほいで、話つきましょう。もうそのごちゃごちゃ抜き、黙って受け取って、なんと肩出しなあれ。300両で差し出す方というのは、このような貧しい暮らしをしておる。300両に似合うような方はない。そなたに預けるものといえば、あちらに控えている拙者が男で一つで必死になって育てて育った18になるあの娘しかないわ。300両の方にあの娘をそなたに預けようぞ。松本様が引き受けてくれるかどうかは知らんがな。300両の方に
あの娘を連れて行け。そんな、そんな、いや、確かにね、松本さん、あの男前です、男前です、そらもう立派な武士ですわ、中世地方で神立て殺ししてるって言って、いや、男前です、あの、年格好はよう合うと思います、しっかりした正直な、お侍さんと思います、いや、一人もんです、あの女の人を見たことないですわ、宗助はんちゅうて、あの、なんかいいお手伝いしてる人いますけどな、この宗助っちゅうのは、なんか鬼瓦みたいな顔した人ですわ、いやいや、男前です、松本さんという人は、その人のところへ、このお嬢さん、お嬢さん、お嬢さんも、そうでしょ。そら、いや、そら、ええ話かもしれませんが、拙者はその松本様という方とお目にかかったことはないが、このように正直なお気持ちというのはよく伝わる、そのような実直なお侍さんに、我が手塩にかけた娘、嫁がせたいと思うのが親の望みじゃ。くず屋さん、あんた、なんとか間に入って、仲人を引き受けてくれるかな。この話が丸く収まれば、わかりました。わかりました。もうこうなったらね、乗りかけた船や、とことん突き合わさせてもらいますわ。それは向こうええ人ですわ。あんたが正直でええ人っちゅうのは分かってますわ。あの娘さんも別品ですわ。いや、とりあえずね、娘さん今連れて行くわけにいきまへんので、この話、松本さんとこへ話通してみますわ。なんつうか、うんっちゅうたらこの話私がまとめさせてもらうのは一世一代の大仕事ですわ。ちょっと待っとくなら、行ってきますわ。ほんまに偉い話になったら、この話がまとまったらええ話や。いや、こらええ話、ええ話、ええ話、ええ話。松本さん行ってまいりました。300両はどうじゃ。300両、あの、浪人様にお渡しをいたしましたところが、もうあの肩がないということで、肩など気にすることではないわ。さあそこでですわ。で、浪人様がおっしゃるには、もううちから差し出せるものは18になる娘しかないということで、松本さんどうです、あそこのお嬢さん、18になる娘さん、あの人を一緒になるということはどうでございます。浪人様のところからお嬢さん、娘さんを遠慮なく頂戴することにしよう。お前になる。いや、けどあの見たこともない。皆まで申すな。そのような浪人様、お目にかかったことはないが、まことに実直なお方というのはよくわかりおるわ。義理と恩情を立てて、立身をいたして、浪人暮らし、さぞご苦労があったと思う。しかしながら、そのようなまっすぐのお方、上方暮らしの中で、世知がない人々の様子を受けるところで、そのように気持ちの高い、志の高い浪人様がいらっしゃるとは、そのような浪人様がお育てになったお嬢様、こちらの方からぜひとも話を進めてもらいたい。そうなればクズ屋さん、あんたは仲人じゃ。ぜひともわしらの婚礼に出席をしていただき、一言挨拶も頂戴をしたい。以後は親戚付き合い。そんなアホな、お侍さんとクズ屋が親戚付き合いできまっかいな。あんたもいい人やな。こんなん言うたらな、余計なことになるかもしれませんけどな、貧しい暮らしをしてますけどな、べっぴんさんですせ、きれいなお方ですせ、髪きれいに結い上げてお化粧をしたら、そらもう真っ赤な美しいべっぴんさんでございますせ、あんたお喜びになるで。何を失礼なことを申すか、拙者は姿形外見でそのお嬢さんを頂戴したいというのではないわ。その浪人様、まっすぐなお気持ちで愛情を込めてお育てになったお嬢さん、そういうお方と一緒になりたい。そのお嬢さんと浪人様のお心に惚れ尽くして、そのお嬢さんを頂戴したいと申しておる。姿形などは関係ないわ。つくづく立派なお方でんな。しつこいようですけど、何遍でも言いますわ。綺麗なべっぴんさん18、俺も可愛らしいですせ。髪を揺り上げて、もうお化粧したら、ほらもう、
嫁はんに来たらね、嫁に来たらね、磨きなはれや、磨けば磨くほど光りまして、盛大なんだね、お嬢さん磨きなはれや。うん、磨くのがよそう。なんでねんねん。また金が出る。